女の実験体。1978年7月31日、そこを初めて訪れたのは18歳の夏だった。今から20年前の話だ。降り立った時のヘリコプターのローターでかき回された風の匂いは今でも覚えている。上空からは何の変哲もなく見えた洋館も、地上では近寄りがたい何かがあった。私より2つ年下だったバーキンはいつもと変わらず手にした研究書類にしか興味はない様子だったが、私たちがそこへの就任を告げられたのはその2日前、所属する幹部養成所の閉鎖が決まった日のことだった。全ては計画されていたようにも思えたし、単なる偶然とも考えられた。真相を知る者は多分スペンサーだけだろう。そのスペンサーが当時アメリカでの T ウイルス開発の拠点としていたのがそこ、アークレイ研究所だった。ヘリコプターから降りるとすぐにその施設を管理する所長がエレベーターの前に立っていた。そいつのことは名前すら覚えていない。形式上はどうあれ、アークレイ研究所はその日から私とバーキンのものだった。主任研究員としてそこでの研究の全権を任された。もちろんそれはスペンサーの意思だ。私とバーキンは選ばれたのだ。私たちは所長を無視してエレベーターに乗り込んだ。施設の構造は前日に全て暗記していたし、バーキンは悪気などなく他人のことは目に入らない。私たちを相手にした人間は最初の5秒で憤慨するのが普通だ。しかし所長には何の反応もなかった。当時の私は慢心し、経験も足りずその所長の様子を気にも留めずにいた。結局そこにいた頃の私はスペンサーの手の上で踊っていたに過ぎず、所長はそんな私よりも自分たちのボスであるスペンサーの考えを理解していたわけだ。3人を乗せたエレベーターが地下へと降りる間も、バーキンは手にした書類から目を離すことはなかった。その時バーキンが目を通していたのは2年前アフリカで出現したフィロウイルスの新種エボラの記録だった。今この瞬間もエボラを研究している人間は世界中に大勢いるはずだ。だがその目的は2通りに分かれる。人を助けるためと人を殺すために。知っての通りエボラが感染した場合の死亡率は 90%。 10日で人体組織を破壊する速効性を持ち、今現在も予防法も治療法も確立されていない。兵器として使用されれば恐るべき威力を発揮する可能性がある。もちろんそれ以前からすでに生物兵器禁止条約が発行されているため、我々がそれを兵器として研究することは違法だ。しかし我々ではなくともどこかの何者かがそれを兵器として使用しないという保証はない。そういった場合のためにあらかじめ研究しておくことは合法である。そしてその境界線は極めて曖昧だ。防衛策の研究にはどう使用されるかも研究する必要がある。治療法の研究と兵器の研究には内容には何ら違いはない。それはつまり治療法の研究と偽って兵器を研究することも可能ということだ。しかしこの時のバーキンはどちらの目的にせよエボラそのものを研究するつもりでその記録を見ているわけではなかった。そのウイルスにはあまりにも欠点が多すぎたのだ。まず第一に生体外では数日しか生きられず、太陽光紫外線で簡単に死滅する。第2に宿主となる生体人間をあまりにも早く殺してしまうので、次の宿主に移るまでの猶予がほとんどない。第3に宿主から宿主への感染には直接的な接触が必要で、比較的簡単に防護できる。だが例えば次のことを考えてみてほしい。もしエボラを発病した人間が体内にウイルスが溢れた、その状態で立って歩けたとしたら、そして意識の薄れた状態でありながら感染していない人間へと自分から接触していくとしたら、もしエボラの遺伝子である RNA が人間の遺伝子に影響を与えるとしたら、そしてそれによって簡単には死なない怪物のような耐久力が人体に与えられるとしたら、それは人とした死んだ状態でありながら体内のウイルスを他の生体へと拡散させる生体生物兵器となり得るのではないだろうか。エボラがそのような特性を持っていなかったことは幸いだった。これからも我々だけがその特性を持ったウイルスを独占し続けることができるのだから。スペンサーを中心として設立されたアンブレラはまさにその特性を持ったウイルスを開発するための組織だった。表向きはウイルス治療の製薬会社だが、実態は生体生物兵器の製造工場だ。生体の遺伝子を組み換える思想ウイルスの発見が事の発端らしい。思想ウイルスから生体生物兵器を製造するためにその特性を強化したウイルスの変異体を開発する。ウイルスの変異株を開発する。それが T ウイルス計画だ。 RNA ウイルスである思想ウイルスは突然変異を起こしやすく、それによって特性を強化することができる。バーキンがエボラに興味を持ったのはその遺伝子を思想ウイルスに組み込むことでの特性強化だ。
エボラのサンプルはこの時すでにこの研究所にも届いていたのだ。私たちは何度かエレベーターを乗り換え施設の最高レベルに到着した。そこではバーキンですら顔を上げた。私たちはそこで初めて彼女と出会ったのだ。彼女については事前に何も知らされていなかった。この研究所の最高機密であり、そのデータは一切外には出されなかった。記録によるとこの研究所が創設された時からここにいることになる。彼女はこの時25歳だが、名前もなぜここにいるのかもわからない。彼女は T ウイルス開発のための実験体だった。実験開始日は1967年11月10日。彼女は11年もの間ここでウイルスの投与実験を受けていたのだ。マーキンが何かをつぶやいた。それは呪いの言葉だったのか、それとも称賛の言葉だったのか。私たちはすでに後戻りはできない場所まで来てしまっていた。研究を成功へと導くのか、それとも彼女のように朽ち果てるのか、もちろん選択肢はなかった。パイプベッドに拘束された彼女の姿は私たちの意識の中の何かを動かしていた。これもスペンサーの計画したことの一部なのだろうか。記録は3年後へと続く。アレクシア1。1981年7月27日。この日、アンブレラの南極研究所に10歳の少女が主任研究員として配属された。名前はアレクシア・アシュフォード。私が21歳、バーキンが19歳の時だ。いまいましいことに私たちのアークレイ研究所でも、南極でのアレクシアの噂は研究員たちの話題を独占した。古くからアンブレラにいた年寄り連中にとって、アシュフォード家の名前は伝説だったからだ。以前から研究が行き詰まると無能な老人たちは決まってこう言った。エドワード博士が生きていられれば。確かにエドワード・アシュフォードは思想ウイルス発見者の一人であり、 T ウイルス計画の基盤を作った偉大な科学者だったかもしれない。しかしアンブレラが創設されて間もなく彼は死んだのだ。その死からすでに13年が過ぎていた。今更アシュフォード家に期待して何になる。事実、エドワードの死後13年間、その息子の設立した南極研究所は何の成果も上げてはいなかった。孫であるアレクシアの頭脳もたかが知れている。ところがこの日を境に、私たちの部下である死に損ないのクズどもがこう言い始めた。アレクシア様がここにいられれば、名家だの血筋なのでしか人間を判断できない愚民どもが配下では先が思いやられた。奴らはそういう考えだから、棺桶に片足を突っ込んだ年齢になっても誰かの指示がないと助けない、動けない下っ端なのだ。しかし私にはまた分別があった。主任である私がその時熱くなっていたなら、アークレイ研究所での T ウイルス開発はもっと遅れていたことだろう。いかなる状況でも冷静に判断できねば成功はありえない。その時私は次のように考えた。古い時代のこう歴をうまく扱ってこそ研究成果も上げられる。いつ死んでもおかしくないご老体ならば危険な実験にもふさわしいと。全ての人材を合理的に利用できねば人の上には立てまい。だが問題はバーキンだ。アレクシアの噂に対する彼の反応は悲惨なものだった。口にこそ出さなかったが、バーキンにとって最年少の16歳で主任になったことは自慢だったはずだ。そのプライドが10歳の少女によって粉々に砕かれた。天才として生まれて初めて味わう敗北感だったのだろう。年下の名家の女を彼は容認できなかった。まだ何人の研究成果もない統一での人事に翻弄されるとは。詰まるところ彼はまだ子供すぎた。しかし精神的に未熟であるにせよ、バーキンには何としても立ち直ってもらう必要があった。私たちの研究はこの3年間で第2段階まで入っていたのだ。この時点での T ウイルスは感染者と呼ばれる生体生物兵器の製造には安定してきた。ただウイルスによる遺伝子への影響に 100% ということはありえない。人によって遺伝子には微妙な違いがあり、相性というものがあるためだ。感染しても1割ほどの人間は発症を免れる。こればかりは遺伝子研究を続けてもどうにもならない。9割の人間を発症させられるなら兵器としては十分なはずだったが、スペンサーの考え方は違ったようだ。私たちのボスはそれだけで 100% の人間を殲滅できる独立した兵器を望んでいた。だが一体何のために。もともと生物兵器のメリットは安価に開発できることだ。ところが我々が研究する生体生物兵器は極めて高価なものになり始めた。スペンサーも普通に金儲けがしたいだけならこんな道は選ぶまい。通常の兵器システムとの併用ならば十分採算が取れるはずだった。だが独立した殲滅兵器として研究を続けるのは割に合わない。
なぜ採算を度外視してまでこの研究を続けるのだろうか。戦争の概念を変えることで全軍需産業の独占でも狙っているのなら理解もできるが、スペンサーの真意は今でもわからない。スペンサーの真の目的は別として、この時バーキンが考察していたのは戦闘能力を重視した生体生物兵器だった。ティウイルスの遺伝子操作だけでなく、他の生物の遺伝子情報をも組み込むことでそいつを作り出そうというのだ。武装または対ウイルス装備をした人間や感染発症を免れた人間をも殲滅する戦闘用の生体生物兵器、それは後にハンターと呼ばれることになる。だがその実験をしばらくは中断せざるを得なかった。バーキンから実験体を守るためだ。アレクシアに対して無意味な焦りを持ったバーキンは周期を逸した行動を取るようになっていた。彼は24時間研究所に泊まり込み、無計画な思いつきで実験を繰り返した。私は他の研究員も使って実験体が死ぬ前にできるだけ多くの生体サンプルを抽出したが、彼のスピードには追いつかなかった。所長は何事もなかったかのように新しい実験体を補充し、それもあっという間に死んでいく。そこは地獄だった。だがその地獄の中でただ一人、あの女の実験体だけは生き延びていた。彼女はすでに28歳、もう14年をこの研究所で過ごしたわけだ。14年前の思想ウイルス投与によって人間としての思考能力はないはずだが、もしも心が残っているなら死こそ彼女の望む結末だろう。だが彼女は生き続けた。なぜ彼女だけがこれほど生き続けられるのか。実験データは他の実験体と何ら変わらないというのに、その謎が解けるまでにはまだ多くの時間が必要だった。アレクシア2。1983年12月31日、アークレイ研究所で迎えた6度目の冬。この2年間はろくな研究成果も上げられず、停滞した時間が過ぎ去っていったが、そこにようやく転機が訪れた。きっかけはこの日の朝に受けた一つの報告からだった。南極のアレクシアが死んだのだ。死因は彼女自身が開発した T ベロニカウイルスの感染事故だった。この時アレクシアは12歳。危険な研究を続けるにはあまりにも若すぎたようだ。噂の中にはアレクシアは当初から計画して自分自身に T ベロニカを投与したという話もあったが、いくらなんでもそんなことはあるまい。多分1年前の父親失踪、その悲しみから立ち直れずミスを犯したのだろう。その後南極研究所では残された唯一の正当な血縁者であるアレクシアの双子の兄が研究を引き継いだが、この男には誰も期待はしていなかった。結局アシュフォード家は何の研究成果も出せないまま滅びたも同然だった。私の予想通り、所詮伝説は伝説に過ぎなかったのだ。アレクシアの死によってバーキンは変わった。いや、元に戻ったというべきか。だが何よりも部下である研究員たちが彼を認めざるを得なくなったことは大きい。今となっては彼を超える人間はいないのだ。ただそれでも彼の前でアレクシアの話をするのはタブーだった。私が T ベロニカのサンプルを手に入れようと画策した時も彼は猛反対したものだ。アレクシアの研究の真相をつかむのはしばらく後回しにするしかなかった。結局取り巻く状況は好転したものの、バーキン自身は何の成長もしなかったわけだ。しかしその頃の私はそんなことよりももっと大きな疑問を抱えていた。私たちのアークレイ研究所は深い森に囲まれている。私はよくその中を散策したが、山岳地帯の中心部に位置するこの研究所の近くでは人と出会うことは全くなかった。交通手段はヘリコプターしかなく簡単に踏み込めない。周りに人がいないという要素は万が一ウイルスが流出した場合の被害を最小限に食い止める上でもちろん重要なことだ。だが生物兵器はそれほど単純なものではなかった。ウイルスは人だけに感染するものではないのだ。どんなウイルスも一つの種だけを宿主とするわけではない。例えばインフルエンザウイルスは確認されているだけでも人間以外に鳥や豚、馬、アザラシまでも宿主とする。ここで複雑なのはその種のすべてが宿主となるわけではなく、鳥の中でもカモやニワトリは宿主となるが別の鳥はならなかったりすることだ。しかも同じウイルスでもその変異株によってさらに宿主は変わる。一つのウイルスだけを対象としても宿主となる生態をすべて把握することは不可能なんだ。そして問題は T ウイルスが持つ種を超えた適応性の高さにある。バーキンが使い物にならなかった頃、私は T ウイルスの二次感染性を調べていた。そこで分かったことは、 T ウイルスはほとんどあらゆる種の中に宿主となる生態がいるという事実だ。動物だけでなく
植物、虫、魚などほとんどの種がティウイルスを増幅拡散させ得る可能性を持っている。研究所を出て森の中を歩くとき、私はいつも考えた。スペンサーはなぜここを選んだのか。森は膨大な生物種で構成された生態系だ。もしここでウイルスの流出があり、宿主として合致する生態がいた場合どうなるのだろうか。それが昆虫だった場合、元が小型なので単純な二次感染だけならば大きな脅威にならないと感じるかもしれない。だが昆虫は生物的に爆発的な大量発生をする可能性がある。その場合ウイルスはどこまで広がるのだろうか。それが植物だった場合、移動できないので汚染の拡大は少ないように思えるかもしれない。だがその植物の出す花粉はどうなる。この場所はあまりにも危険だった。考えてみれば、アシュフォード家が研究所の設立場所を南極にしたのは至極当然のことだ。それとは逆に、ここはまるでウイルスを拡散させる目的まで選んだ拠点のようではないか。だがまさかそんなことがあるのだろうか。スペンサーは私たちに何をさせようとしているのだろうか。この問題はあまりにも大きく、他の研究員たちには漏らせなかった。この時私が相談できそうな相手はバーキンぐらいだったが、彼に話しても意味のないことは明白だった。必要なのは情報だ。この頃から私は研究員としての自分の立場に限界を感じ始めていた。スペンサーの真の目的を探るためには、もっとあらゆる情報に近いポジションにつく必要がある。そのためになら、それまでの地位を捨てることにも未練はなかった。だが急いではいけない。スペンサーに感づかれては全てが終わってしまう。私は自分の考えを誰にも悟られぬよう、バーキンと共に研究に没頭した。そんな中、あの女の実験体は研究所の片隅に忘れられていった。生き続けるだけの出来損ない、意味のある実験データが取れないことから、いつしか彼女はそう呼ばれるようになっていた。5年後のあの実験の時までは。ネメシス。1988年7月1日、私たちにとってアークレイ研究所での11年目の夏が始まろうとしていた。その頃は私もすでに28歳、バーキンに至っては2歳になる娘の父親にもなっていた。相手もアークレイの研究員だ。互いにそこでの研究を続けながら結婚し、子供まで育てる気になれたことは普通に考えれば理解しがたい。だがまともな神経の人間ではないからこそ、アークレイでの研究を続けられたとも言える。そこで成功する者は狂った人間だけだ。そして10年という歳月の中で、私たちの研究はついに第3段階に入っていた。知能を持ち、プログラムされた命令を遵守し、兵士として行動するより高度な戦闘用の生態生物兵器、通称タイラントと呼ばれたクリーチャーを作り出すことがそれだ。しかしその研究には当初から大きな障害があった。タイラントの礎となる生態の入手が困難だったのだ。遺伝子的にタイラントとして順応する人間が当時は極めて限られたことが最大の問題だった。それは T ウイルスの性質が原因だった。ゾンビやハンターを製造するための T ウイルス変異株はほとんどの人間に適応したのだが、脳組織を衰退させる問題があった。ある程度の知能が維持できねばタイラントにはなり得ない。バーキンはその問題を克服するべく、完全適応をすれば脳への影響を最低限に抑える新しい変異株の抽出を行った。だがその変異株に対しては、適応する遺伝子を持った人間が極めて少なかった。遺伝子解析班のシミュレートでは、1000万人に1人の人間しかタイラントとして発症せず、他はただゾンビとなるだけだったのだ。研究が進めば、もっと多くの人間がタイラントとして適応する別のタイプの T ウイルスも開発できるはずだった。しかしその研究をするためにも、まず新しい変異株に完全適応する人間が必要とされた。とはいえ、アメリカ全土を探しても数十人しか存在しないような人間が実験体として手に入る可能性は極めて低い。実際その時は他の研究所からも無理やり集めた上で、近い遺伝子のものがわずか数体用意できただけだった。私たちは研究に始める前から暗礁に乗り上げていたのだ。ところがそんな時、ヨーロッパのある研究所では、全く新しい発想で第3段階の生態生物兵器を製造する計画があるという噂を耳にした。それがネメシス計画だ。私はその時の状況を変えるためにも、その計画のサンプルを入手するべく行動した。もちろんバーキンは反対したが、この時はなんとか彼を説得できた。適応する生態が見つかるまで、私たちの研究が進展しないことは彼も認めざるを得なかったのだ。ヨーロッパからの荷物がいくつかの中継を経て届けられたのは、それから数日が過ぎた深夜のことだった。ヘリポートに降ろされたそれは、ほんの小さな箱に入っていた。
ネメシスプロトタイプ、フランスの研究所で開発中だったそれを手に入れるためにはかなり強引な手段も使ったが、結局はスペンサーの後ろ盾が大きかった。マーキンだけは最後までそれに興味を示すことはなかったが、それでも実験することの意義は認めてくれた。そのサンプルは全く新しい画期的な構想のために開発されたのだ。遺伝子操作によって人工的に作られた寄生生態、それがネメシスの正体だった。知能だけを特化させた生態で単体では何もできない。しかし他の生態の脳に寄生することによって知能を支配し、高度な戦闘能力を発揮することができる。知能を戦闘用の生態とは別に用意し、その2つを複合することによって1つの生態生物兵器を構成しようというのだ。確かにこれが完成すれば知能の問題を気にすることなく生態用、戦闘用の生態を作ることができる。だが問題はそれによる規制が全く安定していないことだった。サンプルに添付された書類にも失敗による生体の死亡例だけが羅列されていた。ネメシスの知能支配から5分と持たずに規制された生体が死亡してしまうのだ。しかし未完成のプロトタイプが危険なことは承知の上だった。なんとか規制時間を延ばすことだけでも成功すればネメシス計画の主導権はこちらが握れる。それが私の狙いだった。もちろんあの女の実験体を使うのだ。彼女の異常の生命力ならばネメシスプロトタイプの規制にも長い時間耐えられるだろう。たとえ失敗してもこちらは何も失わない。ところがその実験は私の予想に反して全く別の結果を引き起こした。彼女の脳に侵入しようとしたネメシスが消えてしまったのだ。最初は何が起こったのかすら分からなかった。まさか彼女の方が寄生生物を取り込んでしまうと思っても見なかった。それが始まりだった。それまではただ死なないというだけの存在だった彼女の中で何かが覚醒しようとしていた。私たちは彼女をもう一度最初から調べ直さなければならなかった。それまでの10年間での彼女のことは調べ尽くされていたが、あえて過去のデータは無視した。私たちがこの研究所に配属される前の時間も合わせて21年間、誰もつかめなかった何かが見えようとしていた。さらに長い時間を費やした時、バーキンだけがその何かに気づいた。確かに彼女の中には何かが存在した。しかしそれは T ウイルス計画からは逸脱したものだった。それは全く新しい別の構想を生み出すことになる。私たちの運命を変えた G ウイルス計画の始まりだった。G ウイルス。1995年7月31日。私が再びそこに降り立ったのは、そこを初めて訪れたあの日から17年が過ぎた夏のことだった。そこに来るといつもあの日の風の匂いを思い出す。周りの風景も建物もあれから何も変わってはいなかった。ヘリポートの上には先に到着していたバーキンの姿も見えた。彼に会うことすらすでに久しい。私がアークレイ研究所を離れてからもう4年が過ぎていたのだ。4年前、バーキンの立案した G ウイルス計画が承認されたとき、私は情報部への転属を希望し、それはあっさり受理された。私が研究員としての道を断念し、転機を図るというのは誰から見ても自然な成り行きに見えたはずだ。実際のところ G の構想はもはや私などがついていけるレベルを超えていた。たとえスペンサーの真意を探るという目的がなかったとしても、その時研究員としての自分の能力に限界を見出したのは確かなことだった。ヘリの風が舞い上がる中、バーキンは相変わらず手にした書類から目を離すことはなかった。彼は定期的にアークレイには来ているようだったが、その彼ももうそこの所属ではない。しばらく前に同じラクーン市内の巨大地下研究施設に転属していた。そこが彼による G ウイルス開発の拠点となっている。正直なところ、4年前の私は G がスペンサーに承認されるとは思ってもいなかった。なぜならばそれは兵器としての概念からも逸脱したあまりにも未知なる構想の上に成り立っていたからだ。 G がそれまでの T ウイルスとは一線を画した理由は、感染した生物体自体が始発的な突然変異を続けることにある。もちろんウイルスは遺伝子がむき出しの状態であることから突然変異を起こしやすい。だがそれはウイルス単体での話であって、生体内の遺伝子は違う。たとえウイルスによって構造変化したとしても、生体内の遺伝子が突然変異を起こすことは非常に稀だ。放射線を浴びるなどの外的要因があれば話は別だが、ところが G に感染した生体はそんな外的要因を全く必要とせず、死ぬまで突然変異を繰り返してしまうのだ。これに近い特性ならば T ウイルスにも少なからず存在する。特殊な環境に置かれた生体生物兵器が体内のウイルスの活性化によって遺伝子構造に再変化を起こすことはすでに確認されていた。だがそのためにはあくまでも外的要因による引き金が必要であり、再変化もある程度の予測の範疇にあった。しかし G 最低に生体にはそんな法則はない。
その変化の行き着く先は誰にも予想できず、どんな対抗手段を考えようとしてもそれを無効化するべく変異していくのだ。7年前、バーキンはあの女の実験体にこの作用の片鱗を見出した。彼女は外見的には何の変化も起こしていなかったが、その深層部は常に変化し、あらゆる実験用ウイルスを融合共存しながら生き続けていたのだ。そして21年間続いた内部変異は、寄生生態ネメシスすら取り込んでしまうだけの変化を遂げた。Gウイルス計画はその特性を究極まで推し進めようとしている。しかしその先にあるものは、最終生態への進化かもしれないし、破滅的な突然変異による終焉かもしれない。それが兵器と言えるのだろうか。スペンサーは何を考え、この計画を承認したのだろうか。情報部に移って4年という歳月が過ぎたにもかかわらず、私はスペンサーの真意をつかめずにいた。そして今やスペンサーはアークレイにすら姿を見せなくなっている。まるでやがてそこで始まるだろう何かを予測していたかのように、スペンサーの姿は砂漠に浮かぶ蜃気楼のように私から遠ざかっていく。だがチャンスはいつか巡ってくるはずだ。それまで私が生き延びていたらの話だが。エレベーターは私とバーキンを乗せ、研究以上の最高レベルへと降りていった。彼女と初めて出会ったあの場所へ。そこではバーキンの後任であるジョンという名の新しい主任研究員が待っていた。こいつはシカゴの研究所から来た男で、科学者としては優秀らしかったが、この研究所で働くには人としてまともすぎたようだ。ここでの研究の残虐性に疑問を持ち、それをなんか直すように上層部に対する意見を提出していたのだ。それは私のいる情報部でも噂になっていた。外部に情報が漏れるとすれば、まずはこいつからだろうというのが皆の意見だった。私たちはそのままジョンを無視して彼女に対する最終処理を始めた。彼女を殺すのだ。ネメシスを取り込んだ彼女はわずかながら知性を取り戻したのだが、それは機械な行動を生んだだけだった。行動は次第にエスカレートし、今では他の女の顔を剥ぎ、それをかぶるようになってしまった。記録によれば、最初の思想ウイルス投与の時も同様の行動を示したようだ。彼女が何を考え、そういった行動に出るのかは分からなかったが、最近3人の研究員が犠牲になったことから、彼女の処分が決定された。G の研究が軌道に乗った以上、実験体としての彼女にはもはや何の利用価値もなかったのだ。彼女の生命反応の停止の確認はそれから3日間にわたって繰り返された後、死体は首長の指示でどこかへと運ばれていった。結局彼女が何者で、なぜここに連れてこられたのかは今もわからない。もちろんそれは他の実験体も同じだ。だがもしも彼女がいなかったなら、 G 計画はなかったかもしれない。私とバーキンの現在は今とは違っていただろう。私はそのことを考えながらアークレイ研究所を後にした。スペンサーはどこまで計算しているのだろうか。はい、どうも皆さん、やがちゃっちゃ遅いって遅いって言うなよね。というわけでございまして、話の流れは汲み取れました？念のためピーンと来てない人がいるかもしれないのでお話ししときます。さっきのね、一番最後のページの手錠と足につけてるのから分かる通りだとは思うんですけど、要はあれですね、このバイオハザード HD リマスターで新しく登場した敵キャラとして、ずっとね、特にホラー要素の部分として私たちを苦しめてきていたわけでございますけども、リサ・トレバーの話でございますね。なので、実際問題、私たちっていうのは、どうしてもこのバイオハザードリマ、HD リマスターをやる上で、ファイルであったり、写真であったりっていうのを手に入れてましたけども、そもそもですけども、リサのお父さんが、この建物の建築の時にっていうファイルがあったので、建築からバイオハザード1の事件が起きるまでっていうのが何年間あるのかっていうのは、結構、実は中のファイルではうやむやになってたんですよ。なので、分かってなかった話にはなると思うんですけど、結局、あれですよね、もろもろがあって、あそこのね、遊んでるところの、なんか、その自室みたいなところとか、いろんなものを逆算していくと、実はこれは何十年も前から行われていたことで、で、その上での実験体の中で、そのネメシスっていうものすらを自身が取り込んでしまった生命力。ね、実際問題ね、本編では、最終的にお母さんのムクロウと一緒になるために落ちていって死んでしまったっていうところはありましたけども、少なからずね、私も一切抗戦しなかったように、それだけ強い敵キャラだったっていうところなんでございますが、ただ今回この上か、ウエスカーズレポートから、要は、
ウィリアム・バーキンの性格、そして、まあ、ウェスカー自身、ね、そしてね、まあ、いろんなことのもろもろだったりだとか、アシュフォード家の話だとかっていうところの、ちょっとまだ語られてないところの一部っていうのが、肉付きできたのかなって、そういう人もいるのかなというような動画となっておりましたというものになっております。というわけでございましてですね、もう約30分間、ひたすらにですね、朗読を続けるというところでございましてですね、私の声が特に好きでもねえやつからすると、完全に苦痛の時間だったのかなというふうに思うんですけども、まあ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 、こんな感じ。で、お話をさせていただきましたとさというわけなんでございますが、来週からな、来週から本当は始めたいんだよな、バイオハザードの次のタイトルなんですけど、20分でサクッと遊べる機能がないんですよね、ないんですよね。まあというわけでございまして、あれですかね、久々にこうなってくると、明日は講習になるのかな、ちょっとまだどうしようか悩んでるんですけどもね、もしかしたら久々に解説編4とかやらせていただくのかもしれませんし、どうなるかわからないんですけど、とりあえず一回置いとこうかなというふうに思っております。さあ、というわけでございまして、まあこんな感じでやいのやいの話してきましたが、来週の土曜日からはですね、新しくやっていきたいタイトルなんでございますが、今回の1回バイオハザード HD リマスターというふうに前のものをおさらいするという機会があったので、このままおさらいタイトルに入っていきたいと思います。というわけでございまして、プレイステーション3から発売されましたバイオハザードクロニクル HD セレクションと題しましてですね、バイオハザードアンブレラクロニクルズ、そしてバイオハザードザ・ダークサイドクロニクルズ、この2本をですね、プレイしていきまして、知らない部分の真実を理解しつつ、さらに今までのバイオハザードのシナリオをおさらいしつつということをやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、ここまでご案内させていただきました、本日のウェスカーズレポートのナビゲーターは私、ヤガミンことヤガミハヤテがお送りしました。ここまでのご視聴いただきましてありがとうございました。 See you next time. Stay tuned. Bye bye. お疲れ様でした。 Thank you.